東京都交通局320系電車は東京都交通局の AGET である日暮里、トネリライナー用の車両。輸送力増強による列車増発のために2017年5月10日に営業運転を開始した。第1編成である21編成は2017年に新潟トランシスで製造された。車両の外観などは 同じステンレス構成で従来車両の300型に、準拠しているが先頭形状やガラーリングを変更し、斬新さ、ダイナミックさを強調している。車体は2015年製の330型と異なり、ステンレス構成であり、軽量化が要請されている現状を踏まえ、内骨などにアルミ材を用いるほか、随所に軽量化策を盛り込み、 強度を確保しつつ軽量化を図った構造としており、300型と比べ、1両あたり約1トンという大幅な軽量化を図っている。客室扉は、1両あたり片側2箇所の外吊り、式両扉き戸としており、車内側には予告開閉ランプが取り付けられている。先頭車前面の下部には、LED 式の全小灯扉灯を配置するとともに、全部標識灯下部には、 アイライン等を設置している。側窓は熱線吸収 UV カットガラスが採用されている。荒川と隅田川の水辺と自然環境に恵まれた緑豊かな街を反映したエメラルドグリーンのラインを入れて爽やかな印象を与えるとともに、側面窓周りはブラックアート処理を行い、車体全体を落ち着かせる引き締まったデザインとしている。制御装置は300系。 330型と同じく VVVF インバータ制御装置を採用しており、コンバータ装置と VVVF インバータ装置を一つのユニットにまとめた主変換装置により誘導電動機を制御している。また、5両編成すべてが電動車となっている。台車は4の案内入りに車軸ステアリング方式としており、1車両に電動台車と付随台車を装備する。三百型は、 混雑時に重量超過となる懸念から、限界以上の乗車ができない用率積スペースを狭くする方針であり、当初はオールクロスシート、その後一部ロングシート化を行い若干の率、積スペースの増加を図ったものの、前述の理由からこれ以上の定員増はできない状況である。320型は330型に引き続き車体を大幅に軽量化し、 その軽量化分を定員像に振り向けることで、オールロングシート化を実現している。客室内では330型と同様に棚の新設と釣り手の増設が行われ、客室の照明には面発光 LED 式照明が採用されており、客室扉上部には15インチの2、画面カラー液晶ディスプレイを、千鳥式に1両あたり2箇所に設置されている。ロングシートの腰掛けには、 バケットタイプを採用しており、一般席の背ズりはブルーとし、優先席はイエローとしている。車椅子、ベビーカーのためのフリースペースは、中間車の320から3型に2箇所、設置されている。21編成の車内に貼られた、車両編成ステッカーには、ゴリラのイラストが描かれている。ありがとうございます。